オッーは2016年2月20日まで大阪市北区西天満6丁目に存在した靴販売の小売店である。もう赤みやめます。や、格差社会を是正せよ。身長の格差は当店で大阪一安いと噂の靴店などのユニークな垂れ幕を掲げての長きにわたる閉店セールやシークレットシューズの格安販売で大阪では名物靴店と言われるほどに サラリーマンらに親しまれていた。オッーの歴史は、もともと別の靴小売り店で働いていた社長で店主の竹部朝夫が、1977年に独立し、西天間交差点の一角に開業したことに始まる。当初から2016年の閉店時と同様に、男性向けのビジネスシューズを中心に、格安販売を実施する。その後、シークレットシューズを発案し初めて売り出す。 これが身長が高くないことに悩めるサラリーマンらの間で好評となる。その後、バブル崩壊後の1993年頃、不況で店の経営がうまくいかず、社長の竹部がすがるような思いで、当時、竹部自身の口癖となっていた、もうあかんやめます。という垂れ幕を店のテント上部に掲げると、大阪ではおもろい店として一躍話題となり、 大阪名物や名物靴店などとしてメディアなどからも評されるほどになった。その後も、いや、やっぱりやります。どっちやねん、セール、格差社会を是正せよ。身長の格差は当店で、人は見た目が9割だから、などの垂れ幕を作成し店先に掲げることで、地元では閉店商法と言われ、愛されながら2016年2月まで20年以上、 営業を続けた。常日のように、もうあかんやめます。などの垂れ幕を20年以上掲げながら営業を続けていた夫であったが、社長である竹部の体調不良により、事業継続が困難となったことから、2015年11月に2016年2月20日をもって営業を終了することを決定した。常日のように2016年2月20日、夫は、 報道陣や常連客、ボランティアが詰めかける中、閉店セレモニーを行い営業を終了した。営業終了日である2月20日に、日本テレビの情報番組スッキリ。で、安倍雄二が店頭でインタビューした客からは、いやー、どうでしょうか。だって、前も辞めると言って辞めへんかったもん、ギャグでやってほしい。後継者出現とかという回答が出され。 営業終了について疑う人が多かったという。また、同じインタビューの過程で、夫を訪れた客に j キャストニュースが調査したところ、閉店するだろうと回答したのが36人だったのに、対し、閉店しないのでは、が73人という結果となっていたほか、産経新聞によれば閉店後も、店舗跡地の前の通行者からは、ほんまに閉店したの。 と、いぶかしがる声も聞かれたという。また、店主の竹部が営業終了日に行われた閉店セレモニーで詰めかけた報道陣から本当に辞めるのかと問われるなどメディアからも半信半疑の状況であった。営業終了後の2016年2月末、オットーはテナント契約を解除。さらに、同年4月には、 税務署に廃業を届け出た。店のあったビルは2016年6月に取り壊され、跡地には同年11月7日にファミリーマートに支店は6丁目店が開店した。2017年4月26日、神戸地裁山ヶ崎支部から破産開始決定を受け同日、破産手続き廃止となる。上記のように営業を終了したオットであるが、その名物商品である、 シークレットシューズを愛用する客を中心に、本当に営業を終了したことを残念がる声が多かったことから、社長の武部が体調不良で店に出られない間、武部に代わり、夫を切り盛りしていた、司法書士の小山秀治を中心とするボランティアらが、武部の了解を得た上で、2016年5月からインターネット通販大手の楽天市場とアマゾンに靴専門店、 シューズショップモーアカンを出展した。なお、このシューズショップモーアカンの運営には、竹部自身もアドバイザーとして携わっている。当初の取扱い商品は、シークレットシューズを中心に、男性用ビジネスシューズや運動靴など、約50種類程度である。さらに、夫の心を受け継いでいきたいとして、モーアカンは、大阪府東大阪市町道にある医療品店。 メンズウェアミツヤをはじめとする実店舗にも自社商品を卸し始める。オットーの店名の由来は創業者が靴職人であったドイツの通販会社オットーにちなんでいる。当店は床面積30平米の狭い場所での営業をしているが、いつかはオットーのような大きな店になりたいという竹部の願いからこのような店名となった。弁護士の前島猿長は 閉店商法について、景品表示法4条1項2号で禁じられている、不当表示に該当するとした上で、夫の場合、もうあかんやめます。としながら営業し続けていることが、メディアにも取り上げられているなど、20年以上、話題づくりのためのユニークなキャッチコピーとして捉えられた、ことから、閉店商法とは言いがたいとしている。弁護士の落合洋二は、厳密には、 詐欺罪に当たらなくもないが、客も、もうあかんやめます。を、キャッチコピーとして捉えて買い物していると考えられ、警察に被害届を出しても捜査はしても、立件の可能性は低いとしている。商店街などではなく、ビジネス街である西天間交差点の一角に店を構えた理由は、他店との差別化を図るためであったと社長の武部は、述べている。この閉店について、 タレントの春の愛は、私、よく通るんですよ。閉店したら寂しいですね。とコメントした。これについて、報道によれば、竹部は笑顔で、もう飽きまへん。これ以上はエ魔マ様に下抜かれる。嘘はつけません。と返したという、ありがとうございます。